オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは。アンサンブルアンフランセフランス語講師の Daisuke です。お元気ですか？ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？僕は今はフランスから戻って日本にいるのですが、ちょうど疲れが溜まってきた頃なのでゆっくり過ごしました。2月中旬に一時帰国した時は、まだ以前のように空港では検疫のスタッフもたくさんいたのですが、今回日本に帰国した時、以前のような大掛かりな検疫はすでになく、入国手続きまであっという間に終わってびっくりしました。大阪の中心地に行くと外国からの観光客がたくさんいて、フランス語もちらほら聞こえます。いよいよ日本も本格的に開国して、以前のようなにぎわいが戻ってきたなぁと実感しています。皆さんも街でフランス語を耳にする機会も増えると思いますので、ぜひ思い切って声をかけてみましょう。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はご好評いただいているオンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。フランスで生活をしていると、教科書では出てこないような表現に遭遇してびっくりすることがあります。以前砕けた表現で Si tu veux を君が望むならではなく、例えばの意味で使うと紹介したことがあります。覚えていますか？まだ見ていない、聞いていないという人は、第424回の教科書には載っていないシチューブの使い方をぜひ確認してみてください。さて、今回はそのシチューブと一緒によく使われる表現をご紹介したいと思います。トゥア、トゥア、トゥア、君は持っているですよね。さて、これ会話の中で本当によく出てくるんですが、君は持っているではない別の意味があります。さて、一体何でしょうか？では次の文章で意味を想像してみてください。 Si tu veux à Osaka、Tu as Dotonbori, Shinsekai et des takoyaki, etc. T'as plein de choses à faire en fait. Si tu veux à Osaka, tu as Dotonbori, Shinsekai et des takoyaki, etc. T'as plein de choses à faire en fait. Si tu veux à Osaka,Tu as Dotonbori, Shinsekai et des takoyaki, etc. T'as plein de choses à faire en fait. この時の Si tu veux は、君が望むならではなく、例えばの意味で使われていますので、訳してみると、例えばな、大阪はな、道頓堀とか心斎橋、たこ焼きとかいろいろあんねん。だから見どころいっぱいあんで。こんな感じ。すでに想像がついていた人もいると思いますが、この場合、tu as は、君は持っているではなく、何々があるという意味で使われています。tu as が、た、t'as になっているところがあります。これは文法的には間違いで、tu as は、母音が連続しますが、エリジオンは起こりません。しかし、砕けた表現の時には、tu as を、た
ということがあります。T'as compris? わかった?のように、日常的によく耳にしますが、文法的には正しくないので、使いたい場合は友達同士や親しい間柄の人との会話のみで使うようにしましょう。一度癖がついてしまうとなかなか取れなくなるので、極力使わないことをお勧めします。先ほどの例文の日本語訳がかなり砕けた口調になっていましたが、実際こういうふうにかなりラフな感じで聞こえるので、使う相手には気をつけましょう。あれ?でも、何々がありますって、レッスンではイリヤを使うって習いましたよね。どうして使わないんでしょうか?イリヤは一般的にある、そこにある、存在しているというイメージで使います。Il y a beaucoup de tumulus à Osaka. 大阪には古墳がたくさんあります。Au Japon, il y a des toilettes dans toutes les stations de métro. 日本ではすべての地下鉄の駅にトイレがあります。のような感じです。一方、お店で商品のことを何々はありますか?と聞くときには、このイリヤではなく、Vous avez、あなたは持っているという表現を使います。Avez-vous des vêtements de cette marque? このブランドの服はありますか? Est-ce que vous avez des 大根? Des radis japonais? 日本の大根ってありますか? イリヤも Vous avez も同じように使えますが、イリヤは一般的にある、そこにある。Vous avez はそれを所有しているというちょっとしたニュアンスの違いがあります。もちろん、イリヤをお店で使うことはできますが、レストランやお店でその商品があるか聞きたいときには、このニュアンスの違いから、Vous avez を使うことの方が多いです。あれ?でも、その説明だとさっきの大阪には道頓堀や新世界、たこ焼きがあるという例文に、トゥアを使っていることと矛盾していますよね。どういうことでしょうか?実は、フランスでは、例え話をしたり、どこかの国や町を紹介するときには、話し相手がその場にいるように、その人の目線で話をすることがあります。今日の例文。Si tu veux à Osaka, tu as Dotonbori, Shinsekai et des takoyaki, etc. T'as plein de choses à faire en fait. は、話し相手が今まさに大阪にいることを想定して相手の視線で大阪に行ったら君はこんな場所を見ることができてこんな料理が食べられてという言い方をします。でもこの場合特に君という意味はなくあくまでも一般的にあるという意味で使っています。僕はこの言い回しがバーチャルリアリティっぽくて自分がその場にいるような感じがするのですごく面白いなと感じます。一般的なイリヤで説明されるよりもなんだか臨場感が湧きますよね。今回の表現はあくまでも口語表現、喋り言葉としてのみ使います。文章で大阪には何々がありますと書くときには使いませんので注意しましょう。さあ、フランス人のお友達がいる人はぜひ一度トゥアを使って何々がありますと言ってみてくださいね。いかがでしたか?今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントー。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。
続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は定額受講し放題オンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。フランス語を上達させるには苦手分野を作らないように総合的にレベルアップすることが大切です。そこで文法、会話、発音、ディクテ、読解とフランス語学習を網羅できる盛りだくさんのカリキュラムをご用意しています。気軽に参加ができ、参加できない日でもレッスンを録画したビデオも視聴することができるので、隙間時間をフル活用して勉強することができます。フランス語の学習が楽しくて仕方がない、日々上達していると実感できる、いつもモチベーションを高く保つことができる、そんな特別な空間でぜひフランス語漬けになってレベルを上げて楽しいフランス語ライフを送ってください。無料お試し期間がありますので、ぜひ体験されてみてくださいね。詳しくはオンラインフランス語グループレッスンのホームページをご確認ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。